いいとこ取り始まるよ。おこしやす。あ、こんにちは。今日はアトリエアホートさんとかアホートに遊びに来てみました。ありがとうございます。よろしくお願いします。自己紹介軽くいいですか。はい、大田原市在住の彫刻家の西村と言います。はい、今日だから人間性を探ろうと思って探っていいですか今日は。もう全然、はい、探りますか。ユダ教の教様の信者に今日なってもらいます。信者決定ですか。教祖様。まあ、あの日本家屋のものにアーチ型ドアってすごく不マッチなんかなと思ったんですけども、まあでも秘密への入り口とか異空間への入り口、そのようなイメージでここはちょっとアーチ型ドアを取り入れてみました。130年でございます。はい、じゃあ、はい、じゃあどうぞ。じゃあ異空間への扉を、石で掘り出すなんてすごく動力使うしアホみたいなことじゃないですか。そうですね。ただ人間ってそのアホなことに感動することで、僕はそのアホなことでこんなしょうもないことを一生懸命やってんなっていうふうに思ってもらったら嬉しいなって思います。これって竹ですよね。これ竹です。竹こうやって曲がっちゃうんですかこれ。いや、これ一切曲げてなくて切って貼って、え、そう、曲げてないです。まっすぐの竹しか作ってなくて、だってここ、ま、曲がってんやろ。これもよう見たら、うん、根っこ、いや、切ってるものをこうやって貼り合わせて、そういうの連続で形を構築してるんですけど。貼り合わせてんすか。こういうものを切って貼り合わせて、そういうの連続で形ができていくっていう。失敗作あるんですか。いっぱいありますよ、ここら辺。これどこが失敗なんですか。何をこうイメージで作った上での失敗作だったんですかこれ。まあ足っぽい形を最近シリーズとして作ってるんですけども、うん、思うようにその表現ができずに失敗やな思って、ここまでできるのどんぐらい時間かかるんですか。ここまで、あ、やっぱり1ヶ月じゃできないかもしれないですよね。それで失敗作っつってこっちになっちゃうんですか。もちろんやっぱり10個作ってで、1、2個世に出るぐらいの感じなんで、僕やってんのはやっぱり伝統技法とかでもなく、すべて自分で考えて、こういう風にしたら面白いかなっていうところで、いろいろ挑戦してるんですけども、すいませんね、こう来て。いいです。おい、君も取材ですか。そうなんですね。ところですよね。その技法名はまだできてないですかね。ね、誰か名付けてくれたらいいんですけど。あ、じゃあ募集しましょうか。募集で。ね、これ動画見出して募集で。はい。保護猫ちゃんなんですけど、うん。これは作り出したわけじゃないですよね。これ違います。これ作品じゃないです。仕事が見て感動する部分っていうのは完成品じゃ見えないんで。そうですね。うん。俺も音楽で。というわけで、とてもシャイな方です。ね、もう今日から仲間となってもらって、うん、地域振興に我々も頑張っていきましょう。またこうやって友達ができて嬉しいです。じゃあ、はい、ありがとうございました。